シリウス放送というものがございます。じゃあ宇宙に飛んでる衛星からと、テレビ側につないでいただくだけの簡単な、接続方法になります。できるので、自分の方で最新設置されてきました。反射波を取ってご覧いただく。これも反射波です。こちらの、山にぶつけてるのが、デジタル。ミクの皆さん、こんにちは。総務省テレビ初心者支援センターです。今月、鶴見区では、11会場の地区センター地域ケアプラザさんで、地デジについて説明会を実施する予定となっております。説明会では、地デジについての基礎的な部分のお話を分かりやすくご説明いたします。また説明会終了後には、それぞれのご質問ご相談に乗らせていただきます。個別相談会の方も実施する予定になっておりますので、皆様お気軽にご相談ください。それでは、どうぞお気軽にお越しください。お待ちしております。